はい、アランド40のガッキーです。本日は以前から気になっていたキーボードって言っていいのかな、片手キーボードを購入したのでそちらのご紹介になります。その商品がこちらになります。名前はクーラートーンで合ってますかね、ちょっと正式名称がわからないので間違っていたらコメント欄でご指摘をお願いいたします。なぜこれを購入したのかというと、動画編集時の目次作成とかテロップ作成をするときに数字とかアルファベットを入力するのが結構面倒でストレスを感じていたので、これがあればこのテンキーのように使えて、さらにプラスアルファで自分好みにキーカスタマイズができて、記号とか数字アルファベットをこう楽に入力できると思ってこれを購入しました。同じようなストレスを感じていた方の購入の参考になれば幸いでございます。ちなみにこのチャンネルではこういった気になる PC 周辺機器、ガジェット、音楽関連、電化製品を実際に購入して使ってみるチャンネルとなっておりますので、少しでも気になった方は今のうちにチャンネル登録をして次回の動画をお待ちいただけると幸いでございます。それでは開封をしていきましょう。オープン。なんかいろいろ入ってますね。おお、すごいなこれ。ああ、なるほど。これが本体かな。よいしょ。ちょっとずっしり重いですね。はい、こちらが内容物のすべてになります。これが本体ですね。うん。ちょっと小さめなのかな。どうなんだろう。こっちに今使ってるテンキーがあるんですけども、キーのサイズ的に同じぐらいなのかな。まあちょっと後々見ていきたいと思います。これがユーザーズガイドですね。バッチリ日本語で書いてあるので、いろいろ設定の際に読んでいきたいと思います。そしてこれが電源ケーブルですね。なんだこれ。おそらく滑り止めと思われるシリコンゴム製の丸いシールですね。が4つ。電源ケーブルが、お、優秀ですね。タイプ C とタイプ A になってますね。の電源ケーブル。キーキャップを外す道具が1個。あー、なるほど。おそらくここに書いていない数字アルファベットのキーが印字してあるものがここに入ってますね。こっちの白いやつが、こっちは何も印字してないやつですね。こんな感じの無印の白いキーキャップが15個ぐらいですかね、入っております。はい、じゃあ本体を詳しく見ていきたいと思います。一応今回購入したこちらの軸はですね、赤軸を購入いたしました。今使ってるこっちのテンキーが青軸なので赤軸を購入してみたという、そんな感じでございます。で、2021年7月現在の価格が6399円で、 Amazon での販売取扱い時期が2018年の11月28日となっております。裏面は何もない、こう角度調節とかはできない感じになっております。で、おそらく先ほどあったこの滑り止めっぽい丸いシールを四隅に貼ってこう滑り止めになるのかなという、そんな感じでございます。なんかこうグリップ感がある丸いシールですね。ケーブルは脱着式になっておりますので、こんな感じですね。長さは 1.5 メートルぐらいの電源ケーブルになっております。本体がブラックだからケーブルもブラックの方が良かったかなと思いますけどね。タイプ C なのはいい感じですね。こんな感じで電源のケーブル接続が可能になっております。こちら全部のキーが23キー1234の123444416111819202223、合計23キーで、全てのキーに自分仕様にいかんようにでも変更が可能になっております。それではね、早速電源の方を入れていきたいと思います。ちなみになぜかこれ紫になっております。レイザーのグリーンに対抗して紫みたいな感じなんですかね。まああまり関係ないか。それでは電源を入れていきたいと思います。じゃあスイッチオン。おお、いい感じで光りますね。すごい、なんか思った以上に発色がいい感じです。ちょっと照明を消してみました。なんかいい感じですね。めちゃくちゃ発色が鮮やかで想像以上でございます。軸の上の方に LED ランプが仕込んであって、ここが結構いい感じの発色になってるみたいでございます。それでは実際にタイピング入力をしていってみましょう。現状は何もこのキーカスタマイズをいじっていないので、キーキャップに表示された文字数字が入力される感じになっております。結構いい感じの赤軸タイピング感ですね。これは想像以上でございます。面白いな。
今現状使っているのがこっちのロジクールさんの G913 テンキーレスの青軸とテンキーも青軸なのでダブル青軸でめちゃくちゃカチ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 するので逆に赤軸今回これですね。なんか新鮮な感じがいたします。赤軸にして正解だったかなというふうに思います。いい感じですね。本体重量なんですけども、188g なので全然重くないですね。そしてタイピング音のうるささなんですけども、赤軸なので結構静音性は高いと思います。実際に測ってみたいと思います。今実際に使っている青軸の音の大きさを測っていきたいと思います。なんかあまり音のうるささ的には同じぐらいなのかな。なんかデシベル数の数字で見ると若干こっちの赤軸の方が音的には大きいというそういう結果になりました。はい、それではですねこのキーカスタマイズをしていきたいと思いますのでソフトをダウンロードしてキーの変更をしていきたいと思います。で先ほど開封したこちらの箱の裏面にですねこういう感じで for Windows for Mac ということで両方ですねこのここにアクセスをしてソフトをダウンロードできますよという感じでアナウンスになってますのでこちらからソフトをダウンロードして行ってみましょう。はい、ということで今こちらがクーラートーンのソフトを起動しているところになります。で一応4パターンの設定登録が可能になってまして構成 1FN 構成3構成4というふうに4パターンの設定が可能になってましてでもう実は今この構成1に割り振りを済ましてしまいました。こちら左側に 1,2,3,4,5,6,7,8,9 という点キーの配列に0に点2つっていうんですかねあのコンマ的なやつにドットバックスペース出る左矢印スペースエンターキーこれはもうここに2つ分のキーになってるんでエンター2つダウンアップここは何も登録してないにマクロが1個登録してでこれがスラッシュですねそしてこれが右矢印で一番下がエンターという設定になっております。でキーキャップもですね、結果的にこういう形で取り付けをいたしました。ちょっと横から見ると段差がついてたりするんですけど、これもキーキャップの形状こうなってしまうのは致し方ないのかなというふうに思っております。私の取り付け方が間違っているかもしれないんですけども、一度これで使っていってみたいなと思います。ちなみにマクロボタンは星マークのキーキャップをつけました。同じようなこのキーの配列を4パターン作れるので自分好みに登録をしてですね、登録の仕方もすごく簡単で例えばここに1を登録したかったら1ここに2を登録したければ2というふうにクリックをすれば自分好みのキー配列に登録ができるという感じになっています。キー配列外したいよっていうことであれば設定した状態でここの何もないやつを押せばこう元に戻っていく感じになりますので、非常に設定は簡単かなと思います。一番下のところにマクロ1からマクロ12拡張マクロ1から拡張マクロ12というふうに設定ができるようになっているのでこれもここのマクロ設定でこう登録していけば設定したマクロが発動するというそういう形になっております。で、あと一番最後一番右に LED の照明の設定が入ってますので接続ボタンを押すと今これに登録されているライティングがこう出てきますのでこれを変更する場合はここでこう色を変更してとかですねいろいろこう単色であればこんな形で明るさもですねいろいろ設定ができますしここをフェードモードにした時はここのフェードの速度の調整なんかもここでできるようになってますので普通のゲーミングキーボードのライティングの設定と非常に似ている感じでございます。キーの光らせる場所も、2,4,8,10,12,16,20 と個数を変更できるみたいなのでどういう割り振りなんだかちょっとわかんないですけど私は全部光らせたいのでこれは24でやっていきたいと思います。で設定が終わったらキーボードに保存というのを押せばこういう感じで光りますのでこれで登録が完了したという感じになります。
はい、ということで今回ご紹介したのは左手専用というかですね、片手用のメカニカルキーボード、ワンハンドマクロメカニカルキーボードということで、まあ、今まではこっちの点キーを使っていたんですけども、まあ、この点キーの部分をこっちに持ってきて、ここに自分の好きなようなマクロを設定できるという、そんな感じで使用していくために今回これを購入しました。まあ、ちょっとまだ使い込んでないので、いい点悪い点がなかなか見えてこないんですけども、まあさほどデメリットはない形じゃないかなと今のところ思っております。もういいところは明確で、もう自分の好きなキー配列をここに設定ができて、点キー代わりに使ってもいいですし、その他まあゲーミングでも使えるっちゃ使えるかもしれないですよね。うん。私と同じような点キーもいいんだけど、点キープラスアルファ何かもうちょっとキー配列を設定したいなというふうにお考えの方には、まあうってつけな商品ではないかなと思います。価格が私が購入した時は確か6000円ちょっとぐらいしたと思うので、まあそんなにお高くはないかなと思うので、まあ6000円で作業効率がアップするというふうに考えれば購入を考えてもいいんじゃないのかなという、そんな商品でございました。はい、というわけでこのチャンネルではこういった PC 周辺機器、ゲーム関連のガジェットを実際に購入して開封使用していく、そんなチャンネルになっておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録をして次回の動画をお持ちいただけると非常にありがたく思います。では今回の動画はここまでにしたいと思います。また次回の動画まで、じゃあね、バイバーイ。